皆さん、こんにちは。今日の講義もですね、実を言うと日本経済大学でやるはずだったんですが、残念ながら大学が閉鎖され、一応ね、コロナの、規制でですね、一応陽性という形なんですけれども、今一斉に大学がですね、こうオンライン化していることで、こういう講義室を借りられない状況があるもんですから、私の講義っていうのは別にその大学でもやらなくてもいいわけでね、こういう研究成果あるいは自分たちのこういわゆる人々にですね、学生たちに、教える、あるいは提供するですね、一つの、問題意識をね、やはり持っているおかげで、こういうところでもできるということです。しかし、研究そのものはですね、実を言うと、大学というのは何効果、があるかっていうと、研究者にとってですね、それは大学というところに予算が出てですね、そして研究所が山積みされるわけですね。ところがね、今これ非常にインターネットの時代になってきて、かなりのね文献が読めるんですよ。ですからね、決して大学にいないとダメだっていうことはない。ただ大学にいるとですね、学会っていうものに入れるわけね。で、学会に入ってですね、その学会の中の研究発表ということで、一つのステータスができるわけですね。で、若い人たちはやっぱりそこに入って、下から修行っていうかですね、一つの研究方法を学んで、そして、一生それを過ごすか、どうかは就職ということがね、大学で行われて、そこにその先生のですね、先生たちの指導があって、あるいはそこでエコひいきが生まれると変な研究室になってしまう。で、今はですね、大体が左翼的な人ではないと人文学では採用されないという形になっていて、これがですね、今学術この会議のですね、問題になっているわけですね。で、これをどういうふうに変えるかっていうと、やはりですね、やはり自助努力っていうのはしなくちゃいけない。つまり研究っていうものが本来どういうものかっていうことをね、一人一人の研究者が考え直すという。で、カルチャルスタディーズというのは学問じゃないということを早く気づく必要があるんですね。それは報告であってですね、自分の本来の研究じゃない。自分の本来の研究というのは、その研究対象に対して、新しい知識、新しい所見をね、持つということなんですね。ですから、これまでの書いてあることをただですね、整理して、それが新しいんだなっていうぐらいだったら、これはもうほとんど大学院の学生のレポートの類なんで、で、その類が多いんですよ、今の研究は。ですから、もう送ってきた、いろんな研究書が送られてくるんですけど、いちいち答えないのはですね、やっぱりそんな程度のものだと本当の研究じゃないよという。で、特にですね、美術史っていうのはやっぱりそこの作家研究なり作品研究といったその対象に対するですね、研究じゃないと。こういう研究があるこういう研究があるということをね、並べたところで、それはですね、研究じゃないんです。報告に過ぎない。ただね、今の学会はほとんどそういうものしかない、なくなってるね。残念ながら。で、それはカルチャースタディというのは本来は社会学から来たもので、結局あらゆる対象が社会的なね、位置づけ、あるいは社会的な考察ができると思い込んで、そしてそれで、
それをいろんな統計なり、あるいはいろんなですね、当時のもう新聞雑誌からこう、まあ、評価されたかとかですね、そういうことをまあ研究したり、あるいはまあこのそれ自体のこう情報を読むっていうことに過ぎないっていうかね、決してその絵の価値とか絵のイコノロジーとかですね、そういう新しい解釈、新しいですね、視野っていうものは今はないですね、全く。特にルネッサンス研究という巨大な、まあ、文献がある。そして十分に研究されているところにさらに新しい考え方を入れるなという、試みさえされないね。ですからやはりそれではダメなんです、はっきり言って。だからそういう自戒が学術会議の先生たちにないとダメなんですよ。自分が共産党にと、ですね、所属してその特権を得てですね、出世するようじゃ、まあ学問とは言えないんですね。まずはそこから、考えなくちゃいけない。まあ、こういうと反発が来るにあたり、知ってますけれども、そして排除しようとね、無視しようとする、必ずそう言って、ことになるんでしょうけど。まあ、私の学問の学歴から言うと、まあ、ほとんどの方よりも上ですからね。ですけどそれはまあどうってことはないわけで、まあ、そういうことにやっぱりやってることの問題であるわけですね。でそういうことをね、やっぱり皆さんもこうやはり本質的な研究って何かっていうことを早く考えなくてはいけないだろうと思うんですね。で今ですね、私はまあこう美術史ということから始めてフォルモロジー、つまり歴史の中の文献でないものをいかに読み取るかっていう学問を作ることによって歴史を全部新しくしようと。ですから文献のない縄文弥生をですね、まあるいは古墳の時代までを全く新たにして、で、まあ、新日本古代史書いたんですけども、まあ、今はですね、もう少し、美術史そのものの問題を皆さんにですね、ご披露したいと思うんです。それはですね、今、鳥獣戯画っていうのをね、展覧会やってるわけです。で、鳥獣戯画、まあ、残念ながらこの、この前も皆で行こうとしたら、閉まってましてね、当面こう博物館が閉まっている状態であるので残念ですけれども、しかし奈良博は開いてましたね。これは今ちょうど今聖徳太子の展覧会やってるわけね。1500年ですか、まあちょうどこの年で聖徳太子をね再認識するいい年であるわけで、まあこれについてはまた講義することもあると思うんです。まあ、すでに話もしたことありますが。で、鳥獣戯画のどう解釈するかっていうね。まあ、一般的にもう NHK なり何なりが、こう、絵の解説をやるときは、まあ、こう、つえてありますよ。いろんなものがありますよ。説明した上で、この肝心の交換のですね、この猿とカエルとウサギ、のを主役にしたこの鳥獣戯画がどんな意味を持ってるか、どういうことを語ってるかっていうことをね、学者が言えないようじゃですね、これ誰もわからないってことになっちゃう。まあだから NHK はそこらのね、解説家が、まあとにかくこれ面白い漫画の始めだとか言ってね、そういうこう現代の漫画ブームをこうに、まあ、なぞる形で、まあ、これをね褒めますけども、あるいは、まあ、漫画作家たちもねこれをこう習おうとするわけですが、まあ確かにですね、こういう白描画っていうかね、こう一色で描く、まあ、こう北斎漫画と鳥獣戯画は双璧ですよね。それもこのこっちの方がですね、11世紀、ですからね、12世紀かかってるのかもしれませんけれども、まあいずれにしてもこの、
鳥獣戯画の意義っていうのは大変大きいんですね。で、私はね、この悪病画というか、こういうその筆でですね、描いているこの図っていうのは、まあ大体他の絵巻物はですね、多く、まあ、色彩を使って見事に、平時物あたり絵言葉のように本当に素晴らしい、もう世界の至宝と言ってもいいような作品をがありますけれども、まあそれに向かってですね、いろんな作品が出ていると。四季山絵にしてもね、万代納言絵言葉にしてもですね、もちろん源氏物語の、まあ、絵巻もありますが、ちょうどその源氏物語の絵巻とちょうど同じ頃にこの鳥獣戯画、鳥獣人物戯画が描かれてる。まあ、これについての解説はですね、まあ、ここでは、皆さんは、まあ、ご存知と思うんで、省きますが、まあ、要するに、光悦、乙平定があってですね、光だけが物語がありそうで、他のものはですね、こういう、まずは、この本は、まあ、芸術新潮の新潮本から、なかなか、図版がよく出てるんで、お借りしてお見せしますけれども、例えばこういうですね、動物だけを描いていく、あるいはまあ幻想的なね、動物だけを描くとかね、まあこういうものとか、それから乙はですね、こういう、まあ、そう、乙はこういう動物図鑑とともにですね、人間が出てきたりですね、こうとの営みっていうかですね、そのまあこれも非常にまあ活発に描かれているんで見るに値しますけれども、それから閉館がですね、まあこれがまあ人物のですね、これは非常に面白い。これも、まさにこれが北斎漫画の原型みたいなところがあるわけね。当時の人がいかに楽しんでいたか、生活していたかっていうことね。まあこれはこれでですね、研究に値するんですけど、まずはですね、今日はまあちょっと、日本国史学会の立場から言うと、まあ、こう優れた文化的な遺産というものは、やはりそこに歴史的な意義があるわけね。で、それは何かというと、当時の人々の思想がどういうものであったかということでもあるわけ。で、鳥獣戯画っていうのはね、まあ、ご存知と思うんですけれども、この猿と犬と、あ、違う、ごめんなさい、猿とカエルと、そのウサギというこの三つどもへっていうかね、ですからこう最初の場面なんかを見るとですね、こういうふうに非常に穏やかなこう三種類の動物たちがウサギの背中をねに水をかけようとしたり、あるいはまあこの鹿の場合はですね、あまりこう脇役です。で、猿が水をここでかけてね。まあ、ここは、だから非常にこう、猿とウサギが仲が良いっていうことをね、非常によく示してるし、それからやはり、まあ、ここにも、なんか、描写がとても面白いですよね。決してこう、一様なものではない。例えば、ここではですね、猿と今度はカエルが、弓、つまり弓矢をでね、こう、その的に当てるという、まあそういう競争の場面があるわけですね。で、ここに、ですから、こう的があってですね、蓮の花らしい。で、まあそこに、この猿と、ウサギが常にこう仲良くですね、物を運んだりして、
非常にこう仲のいい社会、仲のいいですね、その共同性というものをよく示しているわけですね。でこれはですね、日本人がやっぱりさこう動物と人間というのは対等であると、まあ考えてみれば同じようなこう生き方をしているという、これはもう西洋の人間というのは特別だと、神からね与えられた特権みたいな、ね、ことを言うんですけど、日本人はそうじゃないわけで、もともと自然と人間は知恵の差とかね、身体の差はあっても同等だっていうのがあるわけですから、この猿、犬、このウサギはみんな人間のように活動してるわけね。ですからまあそれが日本人と、日本人、非常に日本人的なんですから、こういう猿、この動物だけの主人公で全てを語るっていうのはなかなかまあ世界にはないです。必ず人間が出てきてしまうと。つまり人間というのは特別ですからね、常に。で、この図のね、やっぱり一番重要、こう、物語を見抜くの、一番重要なのはこれなんです。つまりね、猿が倒れてるんですね。あ、ごめんなさい。カエルが倒れてる。カエルが倒れてるわけですよ。それでですね、ここからちょうどこの、猿が何かを追ってるわけですね。で、この先がですね、こう猿な、あ、ごめんなさい。カエルが何かを追ってるわけですね。そして、追ってる先にこの猿がいるわけです。で、このことがね、どう解かが、この、こう、間の物語の一つの、ヒントなんですね。つまりなぜか倒れているカエルを、このカエルだけではなくて猿でさえも追っていくのが猿なんで、あ、ウサギも追っていくのが猿なんで、猿が犯人だということがここで一応表されるわけね。この倒れたまあカエルの犯人が猿だということはわかるわけです。これでね。しかしですね、これはもう簡単なことを言えば、この、もともとですね、こういうこの、喧嘩しているの、あるいはまあ相撲を取っているのはね、ウサギとカエルなんですね。で、これも丹念に書かれていて、倒れたのがこの場合はウサギなんです。で、カエルが飼ってるわけね。で、そこにカエルが喜んで、まあ、なんとなく、ゲラゲラ笑って飼ったのを楽しんでるわけですが、しかしですね、これがですね、やっぱり、なぜカエルがここに倒れているかっていうと、このような激しい戦いを、まあ、してるわけね。で、これがよくわかるわけです。つまり、今みたいにルールがあってですね、そこに審判官がいて、それをで、こう、まあ、引き分けと言ったりでね、勝ち負けを判断するっていうことはしてないんで、まあ、周りにワイワイとね、ウサギとサル、カエルがいるだけなんですね。そうするとね、ちょうどこのウサギのと同じ状態に、この、まあ、カエルが倒れたっていうことが十分考えられるわけね。ですから、こういう決闘みたいなこと、あるいは、こういう、この果たし合いみたいなことを、あるいはまあ、相撲ですね。やってれば、必ず、怪我して、あるいは、まあ、いわゆる、脳震盪を起こして倒れるものが出てくる。あるいは死んだりすることも十分考えられるわけね。そうしますとね、これが、この死んだ猿が、まあ、同一人物かは別としてですね、ここに、こういった形でですね、猿が、この、カエルをですね、
祀ってるわけですよ。で、つまりこれはですね、結局、まあ、要するに成仏させるっていうかですね、そういうことでね、猿がこうお経をとと、まあ、唱えてるというか、まあ、そういうことでこうカエルをですね祀っているわけだね。まあ無然としような顔をしてますけれども、やはりこれは成仏している様であるわけだね。でこういうことでね、猿という存在がこの坊さんだっていうことですよね。で坊さんがですね、あの猿であって、で今みたいに猿っていうと何か反感を持つとかね、まあ猿っていうのはずるいやつだというような意識はなくてですね、まあやはりこう猿というのは知恵があるということがちゃんと反映しているわけですね。でここにですね、こう猿がそういう成仏させてあげたと、せっかくね、あの結局ここで分かってるのはやっぱりカエルとウサギが決闘した、あるいは相撲した上に倒れたんだっていうことを、まあみんなが分かってるわけですね。でそれで、まあまさにその怪我した、あるいは死んだこのカエルをですね、こうやって成仏させてあげるという、このこれをでもって仲直りするというかね、つまり猿がこういう死というものをとてもねこう重視してですね、でカエルを仏にするということになるわけですね。そしてその後、このその猿のお坊さんがここでたくさんのこうウサギもですね、それからまあカエルもそうですけれども、そうですけれども、たくさんの贈り物とかね、あの引き継ぎ物を持ってやってくる。つまり猿がね、猿の僧正がとても満足しているという、そういうことなんです。つまりこういうこれだけの物語がね、こう長いあの交換のですね、あごめんなさい、この中にですね書かれている、交換の、ね、中に書かれている。ですからこれは結局仏教的なね説話なんですよ。やっぱり猿の僧正が最後は円満にこのカエルとね、ウサギのこうまあ要するにまあ争いをね収めてあげるっていうね、そういうことである。つまり仏教っていうのはやっぱりそういうこの物事のこう いさかいをねこう鎮める、そういう役割が坊さんにあるんだっていうことを示しているわけですからね。もう今は誰が作ったかわからないなんていうようなことをよく言ってますけれども、基本的に私は鳥羽僧正というね坊さんであるということははっきりしていると思いますね。ですから坊さんが書いている。で当時のやっぱり文化っていうのはね、やっぱりみんなお寺なんですよ。お寺が学校を作ってですね、あるいはお寺がやはりそういう仏教的知識がまさにその当時の知識人であったわけね。ですからまあそういう意味では常にそこに、まあ、空海から始めですね、あの最澄、あるいは、まあ、それぞれの時代の知識人、学問はね、すべて仏教者によってやっていたということがよくわかるんです。ですからまあまあこれはね、西洋でもほとんど神学というものがね、ほぼ学問の最初の常に基礎になるっていうことはもう当然なんですよ。ですから何もこういう宗教者がなんかいるから不特殊だなんて思うのは現代人だけであってですね、大体まあ学問あるいは人文学っていうのはほとんど18世紀までは神学だった、あるいはこういう宗教のねあの教えであった。そこをまあ日本の場合は
江戸時代になってですね、さらに儒学が入ってくるわけですが、しかしまあ基本的にですね、やはり仏教学が基本であったわけね。まあそういうことがね、だからここの長寿儀も十分にそれが見て取れるわけですね。それから後のね、まあ乙平帝の人ものは大体その国際漫画と同じようなね、情景描写、しかしそこに非常に人間あるいはその動物たちのこう面白さね、その情景の面白さっていうものをね、常に狙ってるわけ。単なるこう図鑑ではないんですね。図鑑類っていうのはまた別のジャンルでありますけれども、日本人の場合は常にこうそこに生き生きとした漫画性を入れる。漫画性っていうのはやっぱりそこにこう生きた存在としてのね、まあ、行為っていうものを入れ込むわけですね。ですから他のところでもとても面白い、見ていて面白いわけです。そしてね、こういうものを見る日本のものを国際漫画を含めて見てもね、面白いのは私常に敵と味方がいないっていうことなの。つまり二元論がないっていうことですね。これはちょうど三角形、つまりウサギと、まあ、カエルとサルというこの三者がいるわけで、その関係、決してウサギとね、サル、カエルとサル、あるいはサルと、カエルとウサギ、この、まあ、カエルとそのウサギはちょっとね、明らかに、取っ組み合いしてますからね、対立関係ありますが、しかし他のところではとても仲が良い。つまりこれはただ遊びだっていうことがわかるね。しかし遊びの中で死んでしまったということがあって、それを弔うということがある。まあ一つの軽い事件、まあ軽い事件でもやっぱり一人死んでますけれども、まあいずれにしてもそういうことのね、こう、和を持って達到仏をするっていうのが必ずあるんですよ。で、それがやっぱり仏教思想でもあるということをね、これを語っているのがこの長寿儀だ。まあ、そういうことでね、これは何も難しいもんじゃないんです。で、こんなものが読み解けないようじゃですね、まあ、到底美術史家とは言えない、ね。まあ、まあ、しかし、たまたま私も、最近また高山寺に行ってきましたけども、非常に自然と調和した、素晴らしい環境にあるんで、まあ、京都に行く方は必ずその、高山寺に、あるいは高山寺の近くにですね、当然、まあ、この、まあ、有名なですね、あれがいますから、まあ、これは、京都、奈良っていうのは、まあ、どこ行ってもいろんな、お寺がありますんでね、お寺、神社がありますんで、これはもう、神護寺というね、有名なお寺があるんですね。この神護寺にもですね、いわゆる、源頼朝像、平重盛像、あるいは、非常に有名な、薬師如来像もありますしね。まあこれもぜひご覧になるといい。まあ一応この辺はですね、この美術のことはまあこの辺にしてですね。まあ私はこの大学を辞めた後、こうその専門というものをね、作らないようにしてるんですね。で、私は美術史はまあ専門でやったのはまあそのディスプリンとして、そのものを見る見方をね、学ぶためであって、ですから、これを、まあ、私はホルモロジーと名付けたわけで、そしてそれを今の歴史に展開しているわけだね。そうすると全く違った歴史が見えてくるということがあるわけ。みんな、それまでの固定観念、あるいはマルス主義的、こう、イデオロギーで見ている歴史と違う、こう日本っていうのが出てくるし、それは今の
日本の在り方を十分に裏付ける、肯定しているもので、まさにそれがですね、日本人の根幹に関わってくるわけだね。で、やはり、今まで常にこう、例えばね、古事記、日本書紀をある種の神話としてですね、あるいはまあ、こう、フィクションとして考えるということで、だから天皇の、いわゆるこう、推古天皇以前はですね、まるでいないかのごとく、あるいはまあ、すべてフィクションであるかのごとくね、あるいはまあ疑いを持ってね見るということが多いんですけど、私はそうではないんですね。やはりそこに実在性があるということをしっかり捉えているわけです。これはまあ神話っていうものが結局神は人なりっていうことをまあ学んだからですね。まあそういうことは常日頃言ってるんで繰り返しになりますが、それでですね、なぜ私は現代史に興味を持つかっていうのは、これはまあすでに皆さんにまあ言ってますけれども、現代に私たちが生きているからということもあるわけですが、まあ一つにはですね、私自身がまあ先ほどもちょっと言いましたけれども、前の挨拶の方で言いましたけど、まあ、学生時代から学生運動というね、こう、渦にはまってしまって、やっぱりそこを抜け出したわけですけど、その渦っていうものが、どんなものであったかっていうことを相当理論的に勉強したためですね。ですから、学生院でもあったし、文学部の学生会の、会長にも選ばれたしですね。から面白いのは5月祭っていうのがあってね。これはちょっとお祭りみたいなもんですけど、東大のこう5月にやる、まあ本郷の祭りなんですけど、これの委員長もやったことあるんでね。なぜか選ばれてしまう。ですからね、そういう大学の中の左翼的な部分っていうものを相当経験してるし、今左翼の染みたけとか、まあ文道のね人たちと付き合いがあって、まあマルス研究会なんかをやってたわけで、それで1968年にフランスの留学して、ちょうどここで5月革命があったわけね。でそういう現代史を自分でこうまあある意味でそれなりの実体験をしてるっていうことが、どうしたってこれの意識がですね、単なる専門だけをこうやるっていう考え方をまあ遮るわけですね、妨げるわけ。やはり現代史を常に勉強していくっていうことは必要なんだっていうね。で、今度の本はですね、こういう本を書いて、まあ日米戦争最大の密約っていう本なんで。で、まあ、これを全部言うには、まあ、時間が足りないのでですね、あれですけど、まあ、一応その、この本が、まあ、今月末ぐらい、まあ、来月には出ると思うんで、まあ、宣伝を兼ねてお話しときますけれども、私はね、まあ、まあ、これはもともとこの本を書いた、で、これ以降三部作をね、書いた、OSS 計画の問題が非常に大きいと見て、で、これでですね、天皇が1942年、昭和17年にもうすでに天皇を利用して、軍国主義者を撃つというような方針が OSS で出ているということを重要視してですね、で、ここにすでに天皇を、こう、アメリカがですね、決して、この、断罪しない、責任を問わないっていうことをはっきり明確にしてるっていうことに驚いたわけですね。そうしますとね、この条件があるっていうことはとても大事なことなんです。ご存知のようにですね、昭和16年に、
まあ、猪瀬さんが書いた、まあ、青木さんが書いたね、有名な昭和16年の敗北というね、なんか最初から敗北し意識があるということなんでしょうけれども、そういう、こう、シミュレーション調査がね、こう、中堅官僚によって、優秀な官僚によって、まあ、各省のね、書かれたと。まあ、そこにも、いわゆる、ジャーナリストも入ってたとかね。で、最初からもう、どう見たって、これはもう、失敗すると。必ず負けるという。それにもかかわらず、暴走したのがね、軍国主義者だったって言ってるわけね。が、最近でもですね、陸軍でもそういうね、研究を同時期に、ほとんど同時期にやっていて、まあ、その時は、こう、まあ、参謀長がですね、杉山参謀長ですかね、こんな結果になった。これも負けると言ったわけ。どう見たってに、アメリカ、これは、米英と戦ったらっていうことが書いてあるんですね。それは負けると書いてある。しかし、その調べ方がですね、ちょっと違ってるのは、米英と両方を相手にしたわけですね。ところが、英国のことを言うときは、これはね、英国はちょっと今、非常に状況が悪いということを言ってるわけですね。まあ、それが昭和16年段階で、英国ならね、日本は勝つことができるっていうことは言ってるわけです。少なくとも東南アジアのね、あるいは、まあ、後でマレー沖海戦でもね、プリンス・オブ・ウェールズを破ったわけですから、まあ、撃沈したわけですから、それだけの力があるということは、それだけは予想してる。だけども、アメリカがついたらですね、アメリカがついたらそれは負けるということを言ってるわけね。で、これはね、非常に重要な示唆を持ってるわけ。だけど、この調査はですね、杉山参謀長によって廃棄しようと、破棄させようと、捨ててしまえと、焼いてしまえとそういうことでね、一切焼却されるんだ。ところが、たまたま後になって、東大の先生になる方が死んだ後、昭和60年ですかね、死んだ後、たまたま遺品の中にそれがあったということで、まあ、それの研究が今で出てるわけでね。で、そこでもそういうことが言われてるわけで、結局米英とやったらもう負けるけども、イギリスはそうではないということを言ってる。で、ここにね、ちょっとヒントがあるわけですね。で、結局ですね、あの戦争をなぜやったかっていう問題が常にあるわけです。日米戦争をなぜやったか。まあ、これはまだ構成の段階でですね、こういう形しか皆さんにお見せできないんですけれども。つまり、私の注目するのは何かっていうとですね、天皇がなぜ最初から守られたかということです。つまり、戦争をやる前から結果をですね、なんか分かってるところがある。つまり、密約があるということです。まあ、密約っていうのは約束とは違うんで、密約ですからね、秘密なんですよね。だから誰も知らない。誰もそこが、つまり政治家、当事者以外は伝えられてない。ジャーナリストもね、あるいは研究者もほとんど言わない。語られてない。証拠がないってわけね。当たり前じゃないですか。こういう秘密の条約、秘密の約束をね、全部書いていたらですね、これはもうすぐにバレてしまう。まあ、しかし、それをね、こう、絶対見せるなっていうことでね、どっかに置いとくっていうことはあり得ますからね。で、私は OSS 研究をなぜ、まあ、やり始めたかっていうとね、これはまあ、加藤哲弘さんという方がね、研究をし始めたのを継いだだけであって、まあ、これの本格的研究者ではないんですけれども、しかし、
OSS 計画についてのいろんな文献を全部集めてまして、それからやはりインターネットで出ている OSS 計画の文章を、まあ、少しずつは読んでるんですけれども、まあまた、まあそれにこう先進するわけはいかないので、誰かが読んだの結果をね、それを使いたいと思ってはいるんですが、まあ、いずれにしてもですね、非常に注目しているわけですね。で、まあ、実を言うと、まあ、ここの中にも、原爆の話があるわけですね。これは原爆は何かというと、日本が北朝鮮の、まあ、この、非常にですね、今でこそこう知られてませんけれども、この、まあ、これについては、まあ、すでにね、本も、出してる、出してるというか、研究も出しているので、まあ、ご存知の方ともいるかもしれませんけれども、この原爆がですね、日本によって作られていたということがね、北朝鮮で作られたということが分かっているわけです。で、これがウィルコックスという方の研究が出て、それを矢野義弘さんがね、訳しているんですけども、それによると明らかにね、日本がですね、決して日本におけるね、いわゆる理化学研究所とかね、京都大学とかっていった原爆研究にほとんど同じレベルでですね、作られていたっていうことがね、分かってきたわけです。で、まあこれを言うと、その顔をしかめる人が多いんですけれども、まあ事実だということを、まあ矢野先生もですね、いわゆる、まあ自衛隊の幹部でおられたし、まあ京都大学でもね、歴史研究もなされた方なんで、まあこの彼も同意してくれたんですね。で、そして訳を出して、ウィルコックスとのこう要するに手紙もやり取りされていて、そして今度は新しい版が出た。2019年版がね、これが新しい版がアメリカに先立って日本の訳がね、矢野さんによって出されたわけですが、そこにはね、新しい FBI とか CIA っていう新しいね、資料が出て、これがあったことが確認されたっていうことがね、ほぼあるんですよ。ですから、この前みたいに、まあ皆さんも、また田中先生がなんか、というようなことではないんですね。やはり、事実だと私は見てるわけです。で、そうしますとね、日本で原爆実験が成功してた。それが1945年の8月12日。つまり、長崎の3日後、いわゆる広島の約1週間後、ね、日本の原爆が北朝鮮のある都市でですね、成功してたということがね、はっきり出てきたわけです。で、それもですね、不思議なんですよね。だからマンハッタン計画っていうのはアメリカでやられていて、ほとんど同時期にこういう原爆実験が成功してた。まあ、マンハッタン計画の場合は7月、ね、6月、7月に、まあ、こう、実験が成功して、そして9月にですね、8月に使われたということになるわけですが、ちょうど1ヶ月もかから、隔たりがない時期に日本が朝鮮で、江南っていうのね、江南っていうところで、まあ言ってしまえば、名前を言うと、そこで、まあ、成功してたっていうことになるわけです。まあ、このこともね、どっかに密約がある。つまり、
日本の原爆が成功するだろうということをあって、そしてアメリカが競争し始めると、セルですから、なぜあんなにね大金をかけてマンハッタン計画をやるか、もう非常に大規模にやるわけですね。日本はたった野口窒素工場というね、有名な野口コンツェルンっていうのがあるわけで、そこでやはりこのまあいわゆる原爆のですね、あの工場があったということがね、これはもうほぼ明らかになる、なってるわけですね。これがですね、ある、まあどこにあるかと思ったとして、それだけやってるっていうことは、アメリカは知らないはずがないわけです。で、だからアトランタコンスティテューションっていうこの新聞もですね、だからこそアメリカで最初に報道したんですよ。この情報を全部ここにも書いてありますけどね。で、そういうことがあったということをアメリカも知っていたはずなんです。だからここも密約何かあるんですよね。密約っていうと、まあ語弊がありますけどね。やはりこうお互いに知っていて競争していたと。あるいはまた、日本がですね、まあ、野口コンツェルンっていうその原爆を作るだけの能力がウランが北朝鮮にありですね、それとこう水も十分にある、こういうこのところでこういうね、あの原爆を作る工場があるっていうのもまあ考えうるわけですよね。でこれがですね、やはりどういうふうなお互いに、まあ、了解し合っていたか、あるいは完全に知らなかったのかね、あるいはまあ、ご存じのように、あの結局はですね、あの、まあ、ここ日本の、まあ、研究者たちは今黙ってるんですよ、口つぐんでいる。そしてこんなことはありえないんだということをね、最初からまあ言っていて、このウィルコックスの、まあ、このウィルコックスの方はですね、実を言うと私が最初に見つけたのはやっぱりインターネットだったんですよ。で、インターネットの中、日本がね、こうなんで、あの、原爆実験をやったじゃないかっていうことを、ウィルコックスではなくてですね、あの、情報として北朝鮮もね、中国もソ連も言ってるっていうことが分かったからなんです。だから決してこのウィルコックスだけの問題じゃないんだね。これは分かってるのは。中国も北朝鮮もね、それも知ってるっていうことはどういうことかというところから始まったんだ。それでウィルコックスの本をね、取り寄せてみて読んで、ああ、これは蓋然性がある。それであの矢野さんにですね、ちょっといろいろとね、あの、聞いて、つまり、まあ自衛隊の、あの幹部とやられるやつから聞いてみて、ああぜひこれは本物ではないかということをね、やってくださいということでお願いしたのが最初だった。ですから、まあ、そういう意味でもですね、非常にこうこの問題っていうのはね、決していい加減な問題じゃないんですよ。でこれを完全に戦後の歴史家が知らなかった、まあだから知らなかったがゆえにですね、みんな黙ってるんでいるんですけど、やっぱりちょっと不正直ですよね。私のような、あるいは矢野さんのようなものに、まあ矢野さんは立派なあれですけれども、出し抜かれたのが悔やくしてしょうがないという、まあそうだろうと思う。まあ、まあそんなことはないにしても、まあいずれにしてもですね、これは絶対に研究に値しますから。そしてそれもですね、決してこう、日本が原爆のある種の被害者だったから、で加害者ではあったらちょっとこう
まるでですね、思考が停止してしまうような、そういうことにあってはならないんです。これからは日本だって原爆を作らなくちゃいけない時期代になるということは明らかですし、まあ現代や、今だってすぐに作ろうと思えば作れるという体制にあるんですよ。これはプルトニウムがたくさんありますからね。ですから、そういうことをね、今までのアレルギー、コンプレックスをね、解消するにはいい研究対象なんです。で、私はまあ、もともとですね、原爆の被害者でもあるんですよ。というと、長崎で、被爆してるんですよ。まあ、でも、4キロのところにいたわけで、まあ、残念ながら、まあ、残念ながらというとおかしいわけですが、非常に幸運なことに、ちっとも、身体的障害がないために、まあ、まあ、このことは言わないんですけども、しかし、やはりあの時に、あの長崎でですね、死なれた方がいるっていう痛みはいつもあるんですよ。ですから、やはりこれについては、まあ、非常にこう、関心を持っているわけで、まあ、そのこともね、これを研究し始めた一つの、こう、要因でもあるわけで。それからね、私の友人ですね、広島出身者がいて、その方は 1.2 キロのところにいたんですよ。で、1.2 キロのところにいてですね、全く被害を受けてない。ところがですね、1.2 キロのところにいたから、あなたは必ず原爆症になると。原爆症だということでね、病院に疲れていって、断種までしたんだね。祖先を、子孫を産まないために。しかし、彼らはまだ生きてる。全然、その病気じゃなかったんです。だから、いかに誇張した情報が人々、そういう方をね、人生を大斬新するかっていう、そういうことになるわけですよね。だから私はどっちかというと、原爆は誇張して伝えられすぎる。そしてこれによってですね、核抑止が、まあ、あるということは認めますけれども、核だ、原子力だって必ずその、ある種のね、左翼たちが、まあ、ジェンダーフリーと同じように、いろんな、とにかく、国家を批判し、社会を批判する理論のネタとして使うっていうのは、これはもう常にあるわけで、まあそういう対象にはするのはおかしいっていうことを言ってるわけね。で、やっぱりこれは安全なものですよ。で、やっぱりそういうものをね、使うっていうことは決して悪いことじゃないわけで、そういうエネルギーをね、うまく利用すれば人間に役立つわけだね。まあそういうこともここに書いてあるわけですが、根本はですね、実を言うと、私がね、やっぱり、こう、まあ、美術家としてですね、京都や奈良に行くわけね。まあ、最近まで行ってたし、来週また行かなくちゃいけないんですが、なぜ京都や奈良がですね、原爆どころか繊細にやられてないんですよ。まあね、これはウォーカーって人がね、守ったんだみたいなことを一時言われてですね、その人が非常にこう、まあ、称賛されてですね、八代さんや、まあいろんな方が褒め添やしてですね、銅像まで建てられたんです。あれみんな嘘だったっていうの分かってるんです、今。ウォーカーさんは何もそういうことを、ウォーナーさんは何もそんなことをやってない。で、彼らのそういうこの作品調査、あるいはまあこういうね、文化財調査っていうのは、結局ね、ナチが、ドイツでね、ナチが様々なこう作品を奪っていった。で、それをね、確認するために、それを元に戻すための調査。それはやられたんですよ。それは確かにね、アメリカが指令してやったわけです。それは、その一部だったということね。
だから日本で盗まれることがあったらば、それで元に戻すというためのありかをはっきりさせるっていうことがあったらしいんですね。で、それのリストを作った人だったらしいんですけども、まあいずれにしてもですね、こういうふうに日本の作品を守れっていうことでね、別に彼らがリストを出したわけじゃない。で、確かに、まあ、こういう原爆を京都に移す時にね、まあ、京都は大事な都市だからということでやめるということも、まあ、これはもう確かにアメリカの中であったらしいんですけれども、しかしですね、天皇家を、あるいは天皇の皇統というものを守るというね、つまり OSS 計画に決められた部分、このことがですね、皇室の伝統のある文化祭でね、これ何かというと京都の御所でありね、それからあらゆるところに天皇菊の門が掲げられた神社仏閣があるわけですよ。それからもちろん奈良にもそうですね。東大寺をはじめ、東大寺にちゃんと菊の御門があるね。今度確認してきましたけど、大仏殿にあるんですよ。つまりあれ全部皇室のものなんですね。ですから、まあ、ものって言っても今はね、それで東大寺の荘園があって、そこで東大寺が持っているということですけれども、全てが天皇のために作られたものがある。そうするとですね、奈良もそうです。奈良に大体皇居があったわけですからね。それからね、面白いのは伊勢神宮がある。伊勢神宮の方々がですね、いつ戦災にやられるかということでビクビクしてというのは失礼ですけど、要するに恐れていたのね。ところが一度もなかった。ああ、これは伊勢神宮の神が救ってくれたんだということをね、皆さんがおっしゃってるわけです。まあ失礼ながら、これは天、いや、そういうどっかに約束があって、天皇に関する様々な文化財は守るというね、そういう原則があったと私は見てるわけですね。ですから京都や奈良や伊勢、そして香取、鹿島というね、神宮と江戸時代についても全部残ってるんですよ。それからこの前ね、鹿児島神宮、それから、まあ、宮崎神宮とかね、霧島神宮に行ってたんです。全部残ってるんです。一体これだけ巨大なにも、地域をね、固有した神宮が全部残ってるのは何か。これはもうでっかい密約があったんだろう。考えざるを得ないですね。天皇だけではない。で、これは誰がやったのか、なぜやったのかというね。で、これはもう当然考えられるのは、まあ、チャーチルも言ってるんですけど、アメリカは日本を戦争に引きずり込むと。そうしないとドイツを攻撃するきっかけはできないと。アメリカ人に戦う気を起こさせる。それをどうするかっていうことを考えた。そうすると卑怯なことをさせて、それもアメリカ自体にアタックさせると。決してフィリピンとかね、アメリカ、植民地にアタックしたって絶対にアメリカの失業者たち、アメリカのですね、この、人々は、奮起はしないんですよね。まあ、とにかくアメリカでこう、ことを収める。それがまあ、モンロー主義であったけど、それをルーズベルトが常に民主党ですからね、戦争反対ってやってたわけです。ところが、民主党が一番戦争好きなんですね。なぜかというと、やっぱりそれによって、民衆の不満を和らげるため、あるいは失業者を解消する。そして同時に軍産。ね。この軍事産業というものを
助けるっていうことによって民主党は金をもらってるからですよね。ですからどうしたってですね、軍事産業を止ませるためには戦争をたくさんしなくちゃいけない。そしてどうしたってアメリカ人民を怒らせて、本来民主主義が、民主党が言ってるようなね、戦争はしませんよっていうことを覆すようなエポックメイキングなニュースを作らなくちゃいけない。それを頼んだんですよ、日本に。それがですね、いわゆる大東亜戦争の最初なんですよ。あとは日本はじゃないんです。で、日本はね、大体、さっきも言ったように、やったら負けるに決まってると、もうシミュレーションやってるわけです。それで誰だってそう思ってるんです。山本五十六だって2、3年は持つ、最初は持つけれども、もうすぐやられるだろうということも言ってるわけ。だけど、なぜ山本五十六がね、真珠湾攻撃をやったかっていうことね。それは約束があったんです。つまり天皇はやらないし、おそらくそこに近衛がね、近衛っていうのは偉い人で、まず第三次近衛内閣までずっと一貫してこの近衛文麿がずっと戦争中、あるいは 戦前から日本を守ってきた人だね。まあ、この人の悪口を言う人がいるんですが、私は常に叱りつけてるんですよ。そんなことありえないと。まあ、この上層軍がたくさん見ればよくわかる。この人がいくら京都大学行って社会主義学んだところで、皇族、こういう藤原氏のようなね、常に天皇を守る位置にいた摂政の役の人はいろんなことを学ぶ必要があるんですよ。だから敵をこうどういうふうに理解するかをね、知ろうとする、単なるね皇族じゃないんですよ。皇族だったらね、まあそういう人がいてもいいかもしれない、いて、そして皇族の地位を奪われてもいいかもしれない。しかしこの方はね、ずっとこの絵家っていうのは設計御設計、つまり藤原氏というね、こういう昔からの役割分担の人なんですね。つまり天皇を常に助ける役割をしている家なんです。いくらこの人が威張ったところでね、天皇には絶対なれない、しない、し な, ならないということをもう一貫してるわけですよね。ですから、なんかあたかも近衛がね、天皇の地位を奪うようなことで戦争を利用するなんて、そんなことを言う人は歴史は分かってないんですよね。だからやっぱりそういうことがね、皇室を守るためのいろんな条件を出したら、この三次、そして彼は昭和16年にも日米会談をやろうとしたわけね。そして、まあ、8月にやるつもりでいたんですけれども、向こうが、まあ、断ってきたわけですが、はじめやはり、ルーズベルトも、近衛と、会談をするということも言ってたわけですね。結局、それはどういうことかっていうと、近衛のような天皇を対した人がですね、やっぱり代表なんだということを、ルーズベルトも知ってるからなんですよ。で、ルーズベルトは、だからですね、結局そういう意味でね、分かったということがあるわけです。つまり、近衛がグルー大使、まあ、グルーはもちろんルーズベルトに会ってるわけですから、グルーに行ってですね、ぜひ、こういうことは絶対、まあ、天皇だけじゃないと、こういうことを守ってくれ、ということをその時に言ったはずなんですね。ですから、もちろん真珠湾攻撃をやるときに山本五十六がアタックする前にも、ルーズベルトはね、まあ、天皇はやらないからということを言ってるはず。これを OSS が、この OSS がね、それを仲買いしたというふうに私は見てるわけ。この OSS 組織はですね、まさにその、最近亡くなった、ああいうね、日本研究者を育てたわけです。大シャワーにしろね。ベネディクト、
ルートベネディクトね、聞くと方、まあそういうこうあの頃の研究者を育てたわけね。でそれで日本をどうするかっていうのを考えたのが OSS 計画ですから。ですからそういう OSS を中に入れてルーズベルトがそれを承諾している、それを密約している、まあ、それでね初めて日本が救われたんですよ。その代わりアメリカはそれだけ譲歩した、ある意味では負けてたわけだね。だって天皇をやらないで勝ったとは絶対言えませんから。ところがいつの間にか勝った勝ったって言ったのは戦後の10年経ってからなんですよ。その頃からねみんな日本は敗戦敗戦って言い始めた。敗戦したからしょうがないや、敗戦したからこれに従えと、そういう口調になったね。だから社会主義者が全部それを言い始めた、左翼が全部それを利用し始めたんですよ。敗戦したんだからアメリカの言う通り、あるいは敗戦したんだからソ連を言う通り、でソ連っていうのは実を言うと占領機関は批判しちゃいけないってことになってたわけ。北朝鮮もそう、韓国もそう、中国もそう、こういうですね、あの一応日本の敵国だった国を批判しちゃいけないっていうのが日本の GHQ から出されたわけね。それに日本人は育った。ところがあの GHQ が方針を変えて日本に再軍備をしろと言い始めた時に、それを利用したメディアと、まあ、マスコミですね、それから要するに大学の先生たちが全部この平泉先生をはじめですね、要するに戦争責任を取らされてですね、で公職追放になっちゃったわけです。それで代わりになった人が全部共産党系の先生だったということでね、丸山雅夫だとか、まあそう全てがその共産党系の先生が東大の先生になってしまって、まあそれで戦争、あの日本国憲法をね大事にするようになってしまった。あの日本国憲法なんてあれは実を言うと社会主義するための憲法だったね、一段階目の憲法だった。ですから今だって社会主義、社会党、共産党があれを大事にしているのは、もう一度社会主義革命に行きたいという願望があるだけのことなんだね。ところがもうあれは今ソ連がもう社会主義国として失敗しですねもう中国がもう汚職にまみれた社会主義なんて、なら誰もああいう国になることを望みませんよ。ですからあの第二段階革命で革命をといった第一段革命の市民憲法なんていうのは今だって必要ないわけですよね。日本の伝統に合わせたこの慣習的なを大事にしね、そういう憲法を作ればいいわけです。まあそういうことでね、やはり我々ですね、この本ではその密約があったことを、真珠湾攻撃、そして山本五十六、そして近衛文麿、そして OSS、 そして原爆といった主題に分けてですね、まあかなり詳しく論じたんですけど、まあ、あのもし出た時に読んでいただきたいと思うんです。まあそのこういうことがですね、あの、まあ、日本にとっては非常にこの重要なことなんで、まあ、とにかくそういうもっと細かくですねここでお話ししたいんですけども、あのまあこれはですねやり始めると、まあこのもっと長くなるので細かな研究になるんですね。今日はまあ最愛あの長寿疑惑と話したためにですね、イントロダクションでやめておきたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。